か。バカ野郎、こんなボロを触ってどうすんだ。見ろよ、イノシシが牙向いて怒ってるかい。エイコたちもよ、バスケやってる時はあれがスカッとしてる。おお中には大根足もいるけどよ。バカ、俺は真面目に言ってんだよ。どうも違って、おい、早く猪木逃げよ。誰が言うんだろう。それはお前決まってんじゃねえか、最初に言い出したやつで。嫌なことはみんな俺だ。おい、行こう。しげこ、出し出し出し。先生、どんな後だ。生徒がタバコ吸ってますよ、温室の横で。何、一体誰だ。いや、そこまで言いにくいな、裏切りなんだからさ。の、うん、言っても言わなくても同じことだ。しかし、お前たちどうしてそんなことを俺に。あれ、あれ、俺たちっておかしいっすか。いや、そんなことはない。じゃあこれから10分間自主的に練習だ。すぐ戻る。なんだあの死ぬやつ、10分間休もうと思ったら。だから自主的に休もうよ。そうしよう、休もう休もう。こら、誰が休めと言った。目を離すとすぐこれだ。うん、これからボート乗りに。ダメだよ、そんな暇ないよ。いつもそういうのね。いいわ、あたしこぐから三尾さんずっと勉強してたって。それじゃ勉強に身が入らないよ。君だってバスケットサボっちゃダメじゃないか。ちっとも分かってくれないのね。あたしせっかく休む口実考えて。そりゃ俺だって。でも本当言うと、うちに帰ったって勉強が手につかないんだ。あたしもよ、いつも三尾さんのこと考えてるの。夜眠るときも、そして朝起きたときも、一番先にあなたのこと思い浮かべるわ。ね、行きましょうよ。時には勉強のこと忘れるのよ。そこで何をしてるんだ。何もしてません。ただ話してただけです。あ、三尾さん。体に。なぜ練習をサボった。お母さんが病気で早く家に帰るんじゃなかったのか。はっきり返事をするんだ。母は本当に病気なんです。じゃあなぜこんなところでグズグズしてるんだ。率直に言うんだ、率直に。君は今の山岡が好きなのか。先生のバカ。おい、何をするのと聞くのか。僕はこの世に生まれた。愛するために若い血潮が燃える青春、炎が燃える。誰も知らない空の星探そう。ためになっただろう。先生、教師は何でも知ってる方がいいと思ってさ、うん、じゃあなぜタバコを吸ってるなんて嘘を言った。だってよ先生、練習をサボった部員が校内でデートをしてますなんて言えねえよな。あの二人もずっと前からなんだ、うん、あんまり熱くならないうちと思ってさ。中谷京子はバスケット部でホープでしょ。それが山岡にベタベタしてたんじゃねえ。バカ野郎、言葉に気をつけろ。
中谷教官はそんな生徒じゃない。山岡だって右一番の優秀な生徒のはずだ。だからさ先生、それと恋愛とは別だしさ。もうよせ、そんな不真面目な態度で人のことを言うな。ひでえな、俺たちは二人のためを持って言ってんだよ。男女の友情だって立派に成立するはずだ。たとえ恋愛したってお前たちがそれをとやかく言うことはない。そうか、じゃあ先生は職場の恋愛や生徒同士の恋愛は肯定するわけですね。肯定とか否定とかって、恋愛は人間の自然の感情だ。なるほどね、自然の感情か。道理で先生もその自然の感情を大事にしてるわけですね。どういう意味だ。見たんだよ先生、昨日の夕方先生がアベックで喫茶店に入るのよ。何？相手は陽光学園のマドンナ西村先生。だからどうした。いえどうもしませんよ、恋愛は自由だし二人とも大人なんだしね。だからって生徒同士が熱くなってるのまで弁護するのはよ。言い過ぎだな。何こと言うな。お前たちの知性と情操は最低だ。糸端会議の議長以下だ。二度と余計なこと言ったらぶん殴るぞ。怒ったないのし、やっぱり図星だったんだよ。順調だよな。だけど糸端会議の議長ってなんだ。いいわ、じゃあもう学校では二人きりにならないことにする。それならいいのね。猪木先生に見られたことまだ気にしてんのね。そんなことじゃないよ。じゃあどうしてそんな顔してるの。前みたいに楽しそうじゃないわ。だってあの頃は君も俺も。あの頃は何なの。俺毎日考えるんだよ、二人ともこれでいいのかなって。どうして、どこがいけないっていうの。ねえ、どこがいけないっていうの。お母さんに何か言われたのね。俺苦しいんだよ。え、勉強もできないんだ、どうしようもないんだよ。私が勉強の邪魔になるっていうの。そんな風に言うつもりはなかったんだ。それは俺だっていつも君とこうして会っていたいさ。でも家に帰って一人になると、初めはこんなじゃなかった。君と会ってることも楽しいし、うちに帰ったって張り切って勉強ができたんだ。わからないわ、どうしたらいいの。そんなこと俺いいんだって、いろいろと考えるんだ。このままじゃ来年の受験はどうなるんだ。そうすると不安になって頭にカーッと血が昇るみたいな。おふくろもみんなも期待してるしね、どうしても第一志望校に入んなきゃいけないんだ。私勉強の邪魔するつもりなんか全然ないのに。俺の意志が弱いのさ。私を好きになったから。そんな意味じゃない。机に向かっててもいつも君のことが頭に浮かんでくる。それじゃいけないと思ってもいつの間にか君のことを考えてる。こんなこと言うの変だろ。どうかしてんだ。変じゃないわ、私だってさっき言った通り。君はいいよ、バスケットやってる間は俺のことを忘れられる。それに俺みたいに受験勉強ばっかりしなくたっていいんだ。じゃあ私とはもう会わない方がいいっていうね。そんな、だってそうじゃない、苦しかったり勉強が手につかなかったりみんな私のせいなんだろ。そんなことないさ、君のせいだなんて言ってないよ。言ってるわ、私だってどんなにか。いいわ、もう会わない方がいいって言うんだったら私。中谷君、誤解だよ、誤解しないでくれよ。だってせっかく会ったのに私を責めるようなことばっかり。悪かったよ、二度ともうこんなこと言わないよ。本当は俺自分の意志が弱かったこと言いたかった。ごめんな。そんなに謝らなくて。もうこんなこと言わないよ。あら、何書いてたの。君は何度言ってもわからないな。何が。男の部屋に入るときは必ずノックするとか声をかけると言ってるだろう。あ、そうか、でも先生だからいいじゃない。バカ、
俺だって立派な男性だ。もし裸で寝転がってたらどうする？え？おい、大丈夫か？ひどい先生、レディには言葉に気をつけて。いや、ごめんごめん。エッチなこと言う男って嫌い。え？何を言ってんだ君は。自分こそいきなり男の部屋に入ってくるから。入られて悪いようなことしてなきゃいいでしょ。俺が何をしてたってんだ。じゃあその髪見せてよ。いかん、ダメだ。そうだ、言った通り急いで裏返したから変だと思ったんだ。でもなんだかちゃんと分かってる。分かってる？西村先生のお手伝いしてたんでしょ。知ってるんですからね。何が知ってるんですからね。どうして俺が西村先生の手伝いしなきゃならないんだ。だって恋愛してるんでしょ。何を言ってんだこの君の先生だって。ほら赤くなったわ。バカ、くだらんこと言うとぶん殴るぞ。ほら、だってみんなが言ってたわ。昨日の夕方二人が仲良く喫茶店に入るのを見たって。まったくどうしようもないな。喫茶店に男と女が入ったら恋愛してるって証拠か。君たちはどいつもこいつも恋愛過敏症だぞ。じゃあどういう目的で入ったの。相談があったからだ。どんな相談なのよ。3日後の合宿練習について女性の立場からいろいろとアドバイスしてもらい、そしてスケジュール表。あ、分かった。そういう合宿のスケジュール表なのね。ああ見せて。ダメだダメだ、誰にも見せられ。意地悪、そんなに隠す必要がどこにあるの。女の記者はうるさいからな。まあみんなに言ってやるから。ほら見ろ、すぐそれだ。あ、いっけね。さあ出てた出てた。ほら、それじゃおやすみなさいませ。おい、チビ、中谷京子が恋愛してるってのを知ってるか。相手は週3の山川さんでしょ。公然の秘密よ。チッ、知らぬは教師ばかりなりか。なのその写真。別に何でもないよ。お母さんに見せられないものなの。何でもないって言っただろ。もういいから一人にしといてくれよ。心配して言ってるのよお母さん。あなたとても時間を変わったようだから。そのお写真、中谷京子さんっていう一年下の方でしょ。よく電話のかかってくる。そうさ、だから何だって言うんだよ。勉強が手につかないみたいね。女友達がいけないとは言わないけど、受験勉強の妨げになるような交際は絶対ダメよ。そんなんじゃないよ、お母さんの思い過ごしだよ。それならいいけれど、もうあと半年の頑張りですからね。今が一番大事な時なのよ。分かってるったらもう出てってくれよ。お母さん1時まで起きてますからね。お夜食がいるんだとそれまで行ってちょうだい。あの、合宿に参加しない。誰がイノシの言う通りなんかなるもんですか。その通りよ。一致団結してスケジュール表は私たちの手で作成すべきだわ。そうよ、うん、じゃあ意見一致ね。私が代表であのイノシの牙へし折ってやるわ。何だってイノシの牙をへし折るんだ。この合宿のスケジュール表です。私たちこんなものすごいスケジュールについていきません。私たち女なんです。男と一緒に考えられたら困ります。だから女の体力に合わせて作ったんだ。実に理想的なスケジュールだぞ。ねえね、志村先生。そうね、まあ最善のものと言えるわ。練習時間、休息の時間、就寝起床、
さすが猪木先生の薬の策だけあるわ。いやいや、西村先生の協力のおかげですよ。西村先生も一緒にお作りになったんですか。そうよ。猪木先生にあなた方は壊されちゃいけないと思ってね。もっとも、そのおかげで二人は恋愛してるなんて噂も出たようだけど。でも、いくらなんでもこれじゃ。練習場のもみじ原中学はすぐそばにきれいな川があって、昔から川エビがよく取れるんです。なんだって、君は川エビを取るために合宿に参加するのか。だってそれぐらいは。バカ野郎、そんな奴はマスクやめちまえ。合宿に参加しなくて結構だ。君たちは一体やる気があるのか。今度こそ優勝したいって言ったのは口から出任せなのか。そんなことありません。それじゃ黙って俺についてこい。何でも人に勝とうと思ったら当たり前のことをやってたんじゃダメなんだ。一つの目的を立てたら何が何でもそれを達成するんだ。その精神が一番大切なんだよ。俺はこのスケジュールでやる。嫌な奴は参加しなくて結構だ。集合は朝8時。他に質問は？何を考えてるんだ、まったく。カエビだなんて。全員ボイコットしたらどうなさるおつもり？いや、全員来ますよ。中谷京子さん、一番先に飛び出してったわ。そりゃ、決まりの悪いとこ僕に見られたからでしょ。そんなこと、バスケットの合宿と関係ありませんね。そうかしら。私はそうとは思わないけど。無神経だとおっしゃるんですか。まあ、せっかく合宿参加を承知してくださったんだから、その辺のややこしいところはよろしくお願いします。遅くなっちゃってごめんなさい。喧嘩してきた。俺とのことでかい。バカね、合宿のことよ。ものすごいスケジュールなの。あなたに手紙書く時間もなさそうだわ。そんな、手紙なんか書かなくたっていいよ。どうしていいの？私の手紙迷惑だから。ねえ、はっきり答えて。いろいろ考えたんだよ。昨夜ずっと眠れなくて。合宿は1週間だろ。その間手紙なんか書かない方がいいと思うんだ。勉強ができないから。どうしてもダメなんだよ。すぐ君のこと考えてしまうんだ。だから合宿の間だけ2人とも我慢してさ。これっきり交際をやめようっていうのね。はっきり言って。そんなんじゃないよ。分かってるじゃないか。もっと冷静になりたいんだ。私冷静のつもりよ。決していい加減じゃない。どう言ったらいいのかな。とにかくこのままじゃダメなんだ。私には分からないわ。そんなこともう二度と言わないって言ったのに。嫌いなら嫌いってはっきり言って。嫌いだなんて。私手紙書かないわ。よく分かったわ。私もう会わない。あなたの邪魔なんか絶対にしないわ。私帰る。中谷君、誤解しないでくれよ。俺は決して君のことを。よう、うん、何か用なのか。よう、別に文句なんかつけねえさ。恋愛は自由だからな、うん、どうしたんだよ、喧嘩したのか。君たちには関係がないじゃないか。そうでもねえだろ。目の前で挨拶されたんじゃたまんねえよ。いつ私たちがそんなことしたの。そうだよ、それは言い過ぎだよ。ああ、うん、二人とも真面目だもんな。でもさ、山岡は受験勉強が大変なんだろ。君だってさ、バスケットサボっていいのかね。君たちは何が言ったんだよ。俺たち二人をからかいに来たのか。そんなに気があるなよ。ただ忠告してるだけじゃねえか。君たちに忠告されることなんかないよ。さっさとあっち行ってくれよ。なんだよ。少しぐらい頭がいいからって俺たちをバカにするのかよ。バカにしてんのはあんたたちよ。自分が不潔だと思わないの。なんだよ。押せよ。お、やるのかこの野郎。女の前だからって何も意気があることねえんだぜ。なんだい、高校生のくせにベタベタしやがって。やったな、てめえ。やめて、乱暴すると警察呼ぶわよ。冗談じゃねえよ。先に殴ったのこいつじゃないか。君たちは不潔だ。本当のことは何も分かってないんだ。
これで決心がついたよ。もう二度と会わないからな。君たちが高校生のことにベタベタしてるからさ。ケツだわ。何度言ったら分かるの。私たち真面目な交際だわ。二人とも真面目に愛し合ってるのよ。高校生がそんなことでいいのかな。愛し合うって美しいことだわ。真面目な恋愛だったらお互いの人格を向上させるんだと思う。あなたそんなこと考えたことある。冗談じゃねえよ。相手も言えねえ。そんなこと考えられっか。一緒に山岡さんの家行って。なんだって。男らしく詫びてよ。ふざけんじゃねえよ。とにかく一緒に来て。悪かったってはっきり謝ってちょうだい。行かねえよ。非を認めないっていうのね。行かねえったら行かねえんだよ。俺はメソメソしてやるは大っきりなんだよ。山岡さんはメソメソなんかしてないわ。あんたたちよりよっぽど男らしくって誇りや自尊心だってあるわ。あんたたちみたいな人間とは絶対に違う。バカ野郎、なんだ人でも動きやがって。そんなに好きだったらさっさと会いに行ったらいいじゃねえかよ。赤木くん待って、ひとよ。ちくしょう、いいってこと言いやがって。今更どうしようもねえや。あと1キロだ。遅れて出てこい。
どうしたのよ。どうか体の調子おかしいんじゃない。心配しなくていいわ。だって合宿に入ってから全然変よ。シュートの名人が一体どうしたっていうの。何でもないっていうのに。え、一人にしといて。イノシのこと怒ってるの。いくらなんでもあんな言い方ってないわよね。あるよ。人間だもの、誰だって調子の悪い時あるわよね。もうやめてったら、みんなもうあっち行ってよ。よし、あたいたち全員でイノシシに抗議しよっか。うん、やろうやろう。あんなやばな言い方ってないわ。そう、よしなさいよ。私たちだってもっとひどい言葉で叱ったわ。うん、そういえばそうね。そんな腕は叩き寄ってしまえなんて。イノシシなんて関係ないわ。だからもうほっといて。一体どうしたっていうの。全然わかんないわ。そうか、鈍いわね、私たちって。え、何が鈍いの。京子、合宿した時からなんだか変だったわ。誰とも口聞かないで。じゃあ山岡君とのこと。そうよ、絶対そうよ。会えなくなったからコンディション狂ってるのよ。まさか、いくら初恋だからってたった1週間会えないくらいで。そんな、美佐子は経験がないからそんなこと言うのよ。あら、じゃあ英子は経験あるの。え、そう、そりゃないけどさ。でもきっとそうだと思うわ。初恋ってハートが目もくらむようなバラ色に燃えるそうよ。わあ、すごい。そんなこと僕だって分かってますよ。でもね、西村先生、いくら初恋の心理が微妙だからといって、あのざまはだらしがなさすぎますよ。先生は初恋の経験は済みましたの。はしかみたいだったって言うんだな。まあ、それらしきものはありましたよ。その女の子のことを意識しただけで猛烈に走りしたもんです。中谷京子はまるっきり逆じゃないですか。もしその相手が絶望させるような態度を取ったらどうなの。じゃあ中谷京子はそんなことで悩んでんですか。私はそう思ってますけど。困るな。困るだけじゃ教師とは言えないわ。そういじめないでくださいよ。しかし弱ったな。なんとかならんですか。先生の許しでいただければ、私からいろいろ聞いてみてもいいんですけど。それはいいですと、ぜひお願いします。何しろ中谷京子はうちのチームのポイントゲッターですからね。じゃあ、食事の後で。ただし、練習は今まで通りしごきますからね。そうはっきり言っておいてください。くよくよした気持ちなんか、汗と一緒に叩き出してやんだ。合宿に入って3日間、私も一心に反省し、二人のことを考えました。でも、どうしてもあなたのことを忘れることができないんです。心は苦しくなるばかりで、練習でも叱られてばかりいます。私イノシシじゃないから安心して。そんな資格ないかもしれないけど、悩みがあったら相談してほしいわ。悩みなんかありません。こんなところで手紙を書いてたわ。プライバシーを侵害するんですか。一緒に考えてあげようって言ってるの。山岡君のことで苦しんでるの。私なんかじゃダメ。猪木先生も心配してるわよ。男だから口に出して言わないけど、内心はすごく気にしてるわ。なんとか元気を出してほしいって。話してくれるわね。ダメだ。
ちには関係ない。いいあります。今日子私たちのポイントゲッターです。その不調の原因なんか何も考えないで。いや考えてる。君たち以上に何もかも知ってる。だったらそんなにだなってばかりないで。問題は精神だ。くよくよなんて練習で吹っ飛ばすんだ。それぐらいの気合がなくてどうする。無茶だわ。今日子の気持ちなんか全然分かってないんだから。文句は後だ。練習開始。元気を出せよ。君を頼りにしてるから怒るんだぞ。山岡君のことは試合が終わってから解決すればいい。お互いに大事な時だし、先はまだまだ長いんだ。その時は俺も相談乗るよな。私バスケットやめます。何？このままではみんなに迷惑をかけるだけです。だから元気を出せと言ってるんだ。こんな育児のないことがどうするんだ。先生には分からないんです。いえ誰にも分かってなくもらえない。おい君、しょうがないな。まったく。猪木先生、中谷京子さんいませんの？え？服も着替えて出てます。嫌ならいつでも帰ればいいんです。でもこのままでは。根性のない奴は帰って邪魔だ。自分一人で戻ってこない限り僕はごめんだ。どうもすいません、あなたに怒ったりして。いいえ、前田のことで。後でうちに電話してみますわ。君の自由だ。だがそのために規律を生み出して人に迷惑をかけてもいいってことにはならんはずだろ。恋愛は個人的なつながりだ。その個人的な感情で勝手気ままに振る舞っていいと思ってんのか。先生にはちっとも分かってないんです。いや分かってる。相手の立場を尊重し、周囲のこともよく考え、自分自身にも厳しさを持てるような、そんな交際が本当の恋愛なんだ。ところが君のその態度は何だ。たった一週間の合宿が耐えられないなんて、そんな理性のないことでどうするんだ。このまま合宿で耐えるっておっしゃるんですか。当たり前だ。合宿を抜け出して恋人に会いに行くような、そんな程度は俺は知らん。先生のバカバカバカ。おいおい君、すぐ合宿に戻るんだぞ。分かってんな。
体どうしたんだ、急に電話してきて。合宿は休んだのか。合宿のことなんかどうだっていいわ。私バスケットやめる。だから合宿も飛び出してきたの。そんな、私の気持ちを知ってもらいたかったのよ。あなたに会っていろんなこと話そうって考えてたんだけど、なんて言っていいかわからない。いろんなこと考えてどうしてもあなたに会わずにはいられなくなって。俺は勉強なんか忘れて君とのことばかり徹底的に考えたんだ。どうして君を好きになったか、二人はどのように愛し合っていけばいいか。俺はバスケットに打ち込んでる君に一番魅力を感じていた。眩しいくらいに美しいんだ。いつも素晴らしいなと思ってたよ。一人っ子の俺はいつも甘やかされてきたからな。君のあの厳しい美しさを見てると、なんて言ったらいいのかな、これが本当の青春だっていう気がしたんだ。だから君と友達になれた時、俺は自分を最高だなと思った。それでよかったんだ。そんな風に君を好きになって、それで夢を描いてればよかったんだ。恋愛したのがいけなかったっていうのね。そんなことは分からない。でも正直に言うよ、それ以上に自分が恥じるような欲望を抱いたり、そのために苦しむような交際をしたら、それは俺が間違った恋愛をしてるんだって。俺が間違ってるだけじゃない、それは君をも侮辱したことになるんだよ。だからもっと前のように何のこだわりもなく率直に交際するのが一番いいと思うんだ。率直な交際ってどういうこと。普通の友達のようにってことなのね。 そうじゃない。君はバスケットをやるべきだよ。バスケットだけじゃない、君は自分自身の生活を一生懸命生きるんだ。俺もそうするし、そんな君を人間として尊敬したいと思う。本当の恋愛はそこから始まると思うんだ。俺はそう本で読んだんだ。本と現実の恋愛は違うな。俺は違わないと思う。バスケットをやめ、自分自身を見失った君なんて全然魅力ないよ。交際したって何の意味もないと思う。とうとう本当のこと言ったわね。私が嫌いだってどうして言わないの。卑怯よ、ごまかしたわ。それは誤解だ。俺は本当に正直に言ったつもりだよ。もう分かったわ。さよなら。中谷君、合宿に戻るんだ。君が好きなんだよ。自分自身を見失った君なんて全然魅力ないよ。交際したって何の意味もない。恋愛は個人的なつながりだ。その個人的な感情で勝手気ままに振る舞っていいと思ってんのか。相手の立場を尊重し、周囲のこともよく考え、自分自身にも厳しさを持てるように、そんな交際が本当の恋愛なんだ。君はバスケットをやるべきだよ。バスケットだけじゃない、君は君自身の生活を一生懸命生きるんだ。俺もそうするし、そんな君を人間として尊敬したいと思う。本当の恋愛はそこから始まると思うんだ。お姉ちゃん、早く投げてくれよ。あと10分間練習してから休憩だ。やろう。京子先生、京子が。痛いぞ。構いません。よし。まあひどい。二つも殴るなんて。
フィンター多い方でいいんだ。練習もその通り。さあ、ランニングシュートだ。おい、中谷。はい。そら、飛びついていけ。いいか、この対抗戦に負けたからといって俺は決して文句は言わん。ただしそれはベストを出し尽くすからな話だ。あの苦しかった合宿を思い出すんだ。あの7日間君たちは俺とどうやってきたんだ。それをもう一度噛みしめて戦ってくれ。いいな。はい。よし、行け。おめでとう。よく頑張ったよ。ありがとう。よう、一緒に来いよ。冷たいもんでもらって。勘弁しねえって言うならしょうがないけどよ。いいわ、行く。よっ、まだ。生徒は頑張ったんですよ。それと和田先生と西村先生のおかげです。まあ、お世辞にまで強くなったのね。ついでに冷たいもんでも送りましょう。先生、
んだ、君たちもか。その方が先生もいい気持ちだと思うわ。これじゃ財布は空だよ。青春炎のごとく若い力だ情熱だ我が青春に悔いなく進む。イノシシ先生と生徒たちが不思議な縁で助けた老婆がっちりがめついその中に聞けば涙の身の上話、戦死した息子を思う親心、一肌脱いだイノシシ先生や生徒一同の温かい励ましに思わぬ幸せがやってくる。炎の青春第10話、我らのババゴン。